WWS チャンネルをご覧の皆様、こんにちは。俺たちがスーパードラゴンです。それでは早速スーパードラゴンの皆さんに質問していきたいと思います。お願いします。吉岡久美子と申します。よろしくお願いします。はい、ということで神戸コレクションのステージでライブをされるということで、皆さんどうですか？いやね、楽しみですね。楽しみですね。いやでも本当に楽しみでございますよ。僕もそのスーパードラゴンですね、ここにいる全員の方を魅了させて帰りたいと思います。いつもと違ったステージだとは思うんですけど。そうですね。その辺はどうですか？いやなんかランウェイ初挑戦の方も結構いたりするので、そことかどうなんでしょうね、コウキ君。インタビューありますよ。まあそうですね、まあこの後ろのあの剛とジャン君は、なんで剛君なんで剛だけ呼び捨てしたか、すいません。剛君とジャン君はちょっとあのランウェイ経験があるので、ちょっとあのね、ランウェイしてる姿を見て勉強して、本番かっこよく歩けたらなっていうふうに思います。歩けたらな、この調子で歩けたらなと思います。で、神戸コレクションということで、神戸のイメージとか、なんか神戸で行ってみたいところとかありますか？神戸牛食べたことありました？食べたいです。お願いします。食べたいです。あと、これから秋とか冬に向けてなんか注目してることとか、ファッションとか何でもいいんですけども、なんか挑戦したこととかありますか？ファッションだったらやっぱ強しくんじゃない？そうですね、まあ、今回まあ、秋冬ということなので、まあ、夏から夏が終わって、はい、布も増えていくわけじゃないですか。布がやっぱだからまあ重ね着だったりっていうのもまあこう冬に向けてだんだんと増えていくのと思うので、そのレイヤードとかを楽しんでなんかいけたらなと思いますし、はい、秋ならではのなんかカラーリングとかもなんか楽しめたらなと思いますね。はい、今みんなのまとめてくれました。あ、みんなの総意見。総意見でございます。総意見でございます。じゃあなんかお知らせとか告知とかあれば。個人的なじゃないかね。ここで個人的な言わないでしょ。僕たち秋にユニットツアートライアングルっていうツアーを行いまして、年下組と年上組で分かれてライブツアーやりますので、そちらにまあぜひ皆さんお越しいただけたらなと思います。はい、よろしくお願いします。じゃあ最後に神戸コレクションのステージに意気込みとかを聞かせてもらってもいいですか？早く、はい、まあ本当に僕たちのねパフォーマンスで神戸の皆さんをねより気持ちを掴んで、でね、神戸コレクションを全体で盛り上げていければなって思います。頑張ります。ということで、以上スーパードラゴンの皆さんでした。ありがとうございました。